僕は世界を撮りたいんじゃなくて、自分の作った世界を撮りたいんです。人もいる世界を全部作らないといけないので、広角でないとその作った世界全部収めることができなくて、ポートレートに広角っていうと、えっていう方もいらっしゃるんですが、僕は人物のいる世界を撮っているので絶対必要です。もっと体見せる感じです。いや、足は前に出してください。手でこうやって。もっともっと花だらけにしたいですね。成果はこだわります。できるのにやらないっていうのは僕は罪だと思ってて、成果用意できるんなら成果を用意しなくちゃいけないし、バラはだいたい5000で、あとはもう分かんないぐらいです。写真を撮るっていうのはどういうことだろうって思った時に、いずれなくなってしまうものを永遠に残すものが写真なんだって僕は思ってるんですよ。花も結局今美しいけれど、やがて枯れたらゴミになってしまう。変わっていくものだから、今美しい瞬間を写真にして永遠に残すのがアートとして考えた時に一番必要なことなんだっていう考えになって使うようになりました。ストップ。顔こっち。人を撮りたいのではなくて、人のいる絵を作りたいんです。なので背景だとか、そこまでこだわるんです。僕が作品として求めるのは、絵として完成したものを作りたいんです。このまま写メっても綺麗じゃね。はい、行きます。今回のテーマは、綺麗事だけ、美しい言葉だけを言う人を信じるなです。ローマの皇帝が人々を花びらで窒息死させてしまうという、楽しみのために殺してしまうという、そういった有名な絵画をモチーフに、綺麗事の中で緩やかに美しく死んでしまうという、そういったことを表現したかったんですね。いい、美しい。最大のいいところは AF の範囲が広い。それがやはり画面の中ほとんどが AF 範囲だっていうことは、絵作りとしては端っこに何主題を持ってきたりだとか、画角がいろんなものができるので、そこら辺は無限の可能性というか、そういったものを感じました。他の画面はもうとにかく軽いですね。軽い。下手したらフルサイズのある程度のレンズつけたものより軽いんじゃないかっていうぐらい軽くて、ちょっとびっくりするぐらい、やっぱりアクティブに動くことができるな。彼女たちのふとした表情だとか、これ使えるなっていう絵面だとか、そういったものを臨機応変に使えるようにできる。長丁場の撮影で非常に楽ですね。やはり画質という面ではミディアムフォーマットでないと表現しきれない部分、普段から私のように複数の人数を、これは写真館の集合写真もそうなのかもしれないです。複数の人数を1枚撮りの写真の中に入れた時に、画素というものはものすごい重要になってきます。それ一般の人たちが持っていないミディアムフォーマット、携帯では絶対撮れない写真で、ただのフルサイズっていうのも今正直昔よりは敷居がガクッ下がっちゃってるんですね。それ以上のもっと上を狙ってプレミアムの仕事をしようってなると、もう完全にもうフルサイズではなくてミディアムフォーマットに、そこでどこまでできるのかな。